よーい、スタート。監督の綿です。階段のところにね、虫が死んでたんですよ。ゴキブリじゃないですよ。で、昔はもう日本のファーブル目指そうと思って、虫博士になろうと思ってたことが、なんか幼稚園の時の将来の夢とか、虫博士とかね、なんか虫研究家じゃないけどね、なんかそんなの確か書いてたことあるんですよ。って言ったら、虫結構今だ詳しい、脳死なんでちょっと忘れてるのもあるけど詳しくて、そしたら虫が死んでたんですよ。で、つってうわっと思ってね、ちょっと拾ってきたんですけど、あの女性の方で虫嫌いな方いると思うんでね、そういう方はここでも止めてください。もうあのそんな怖い虫じゃないんですよ。だけれども、でも逆に例えば、まあね、年配の方で、昔の時はね、こう田舎住んでると虫なんかも当然のように飛んできたりして、あの虫取りに、子供の頃虫取りに行った人もたくさんいるから、そういう人たちから見ると懐かしいとか、おーあの虫だとか思って喜んでくれるけれども、割に、若い女性とか、年配の方でもいるかな、なんか虫見たらもうとにかく虫嫌い、虫嫌だーって人いると思うので、本物を今からお見せしますからね。あの嫌な方はここでもさよならです、さよならってしてください。で、そうじゃない方はちょっと生きてないですよ。だから昔はこう本当虫取りに行ってきて、こう虫かごに入れて、もうあれですよ、あの井上陽水の多分夏休みなんだっけ、恋心みたいなね、あのもう少年時代かあれ、って歌みたいなね、もう本当にあの虫取りに行って、もう野球帽かぶって虫取りに行ってで、してた時代みたいね。で、東京にいると本当に、なんていうの、ゴキブリ死んでることはあってもね、そういう、あの、子供たちが取りに行くような虫は死んでないっていうか、やっぱり周りにいないんで、虫取りに行ってる少年とか見たことなかったよな、この30年ぐらい東京、中野区に住んでる時は。それがね、ここの、アパートの階段で虫死んでるんですよ。先日なんで、ゴキブリかなと思って見てみて、おーと思ったね。なんで、ちょっとそれを取ってきたので、あの、男の子。男性はいいけど、女性はちょっと嫌かもしれない。そういう方はもう改めてここで止めて、また次回お会いしましょう。さよなら、さよならで。じゃあ見せますね。まずセミ。セミがいました。死んでました。ほら。なんかこれ見たら、なんかよくできてるとか思う人いると思いますけど、これはね、アブラゼミって言って、ちょっと裏見せますね。あのよくいるタイプのやつで、で鳴き方はどうだったかな、これは、確かね、あのうるさいんですよ。なんかシャ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 だったかな、ちょっとこれちょっと自信ないんですけれどもね。あのでもう一個こう白っぽいやつがいて、これより小さい、でそいつもうるさいやつです。なんて言ったかな、ちょっと名前忘れてた。これは、アブラゼミだったかな。でね、ですで、ちなみにこの顔を見てもらうと、分かると思いますけどね、あのウルトラマンに出てくるバルタン星人444444っていう、あのモデルが、セミなんですよね。だから似てるでしょ、顔が、ね、っていうね、もう虫嫌いな人も最悪の子、いやー気持ち悪い、見たくないって言うけど、結構昔取りに行ってた、なんかね、お父さんたちはね、見て、おー懐かしい、取ったって、これいっぱい、こいつはいっぱいいるんですよ。で、取れるんだけれど、いっぱい取れるんだけれどもね、あんま自慢できないっていうね。で、子供グループでもね、なんだかセミで言うと、なんか人気のやつがあるんですよ。ね、例えばクワガタでも、ノコギリクワガタともう本当こんなのやっぱ面白いだ、2種類あってこっちの方が人気あるとかっていうのもあったんですよ。さて、お立ち合い、次はね、次いきなり見せるとね、絶対ね、これも僕久しぶりに見た、ゴキブリだと思うかもしれませんけれども、もうあのそういう虫怖い人に消してると思うんでいいんですけどね、僕も一瞬ゴキブリかと思ったんだけど、おっと思った。お見せしましょう。こいつ、はい、見えますか。ちょっと見づらいな、これちっちゃいから。何か白いものをすると、まあ本当こうしてみるとゴキブリにしか見えないけど、この角というか、こう触覚が長いですよね。
だからそれでも違うっていうのが分かるんですよ。あ、色とかも結構これうまく出ないな。横立って、でこれ実はあれなんですよ、ゴキブリではなくて、クワガタじゃなくてなんだっけ、本当脳死んでかわす人な、カブトムシじゃなくて、いやもう出てこない、あと仮面ライダーの怪人でも言ったんですけど、ああ本当なんだ、それさ、私じゃなくてね、結構ね子供に人気ある虫のこの一種類、これは地味なやつなんですけれども、なんだっけ、このカミキリムシ、あ、そうです、カミキリムシで、カミキリムシって言って、それでカブトムシ、クワガタに続いて僕らの頃、子供の頃ね、人気があった虫なんですけれどもね、カミキリムシで、仮面ライダーでね、カミキリキッドっていう怪人がね、仮面ライダーの怪人ってみんなあれですからね、虫がモデルになって、最初の頃はね、仮面ライダー自身が、バッタですからね、でさっきのセミは、ワルタン星人でしたし、っていう風に子供番組のそういう怪人や怪獣ってやっぱ虫がモチーフになってるし、でも子供たちってね、僕らの頃虫みんな大好きだったんで、そのカミキリムシです。でこれは地味なやつで、ちょっとこうなんていうかな、あまり魅力ないんだけれども、これのね、何が人気だったかな、もう人気あってね、でそれを久々に見たんです。ほんと小学生、昭和40年代なんかは、でもね、たまにそういう山行ったりとか田舎行ったりしたら、いたんですけれどもね、そいつがね、このアパートのベランダで倒れて、息倒れになってたって、いやーすごいと思ってね、ちょっと あとで写真撮って、このセミと一緒に撮って、カミキリキッドとね、なんだっけ、バルタン星人、あとあれもいたな、セミ人間っていうのを見ましたね。で、これはウルトラ Q でしたね、ガラモンが操ってるやつ、あれもセミがモデルですよね、っていう風に。あ、なんか言ってて、またこれも気づいてきたけれども、もともとそういうウルトラシリーズとか怪獣ものをその後好きになって、ずっとそのばっかり見ていて、それが、そういう子供番組から、日曜洋画劇場とか月曜ロードショーとか見出すようになって、そこから映画館行って、で映画監督だったっていうね、あれがあるんでね、だからそれのもスタートがやっぱり虫が好きだったっていう。だからやっぱ子供って、子供怪獣が好きですよね、僕らの時代特装で、僕らの後の時代って言ったら子供たちスーパーカーが好きだったり、しましたけれども、やっぱりそこからやっぱり怪獣っていうのがやっぱり関連してくるし、でその怪獣ドラマ、怪人だったりした特撮ドラマっていうのを見ていて、今度映画だから、スター・ウォーズにしても、未知との遭遇にしても、怪獣映画の延長的なところ、やっぱありますよね。っていうのが原点で、でもね、本当、病気しなければこんなに言わなくて、カブトムシじゃない、クワガタムシ、クワガタじゃない、なんだっけ、セミ死んでる、ああ、懐かしいなとか、昔セミ取り行ったよな、仕事で、レース乗ってっていうふうになってたのが、これ、病気したから、こんなふうに。あれこれ、ああそうだ、子供の頃取りに行ったよなとかいうふうな、のがあったんですけど、あ、そうそう、それでだからちょっと話の順番間違っちゃったな、話を、でそういうふうにこの虫が好きでしたところから怪獣につながっていくっていうね、バルタン星人もそうだし、バルタン星人セミですよね、でさっきのカミキリムシはカミキリキッドっていうショッカーの、これ映画版の仮面ライダーの確か怪人だったと思うんですけれども、とかっていうのはつながっていくっていう。だからね、その後小学校低学年で虫好きだった、多分同時だったと思うんですけれども、時に、好きだった、にウルトラマンとかウルトラセブンとかが放送されていて、
なんか多分僕だけじゃなくて多くの子どもたちが虫が好き、ね、夏休みっていえば昆虫採集でしたからね。だから当然こうウルトラシリーズに出てくる怪獣たちっていうのにやっぱり魅力を感じるっていう。でその頃のね怪獣人形いまだに持ってるんですよ。もうちょっとしかないんですけどね、今度 これをお見せします。はい、これすっごいですよ。これとかもね、もう当時のやつで最近の復刻版じゃないんですよ。これはねウルトラマンに出てきたガボラっていう映画です。これが閉まって出てくるんですよ。ウランを食べる怪獣なんですよね。なんかその放射性物質のあれは心配、今考える心配だけど、あの当時やっぱり放射能っていうのがすごくなんていうかなモチーフになることが終わったんで、ガボラ、これがウルトラマンの怪獣です。確かね昭和41年くらいです。当時売ってるやつ、売ってた時に子供時代に買ってもらったもんで、ね、これなんか捨てられずに未だに持ってるんですけど、今って言ったらすっげえ高いですよこれ。結構するんじゃないかなってけど、とてもなんか怖くてっていうかもったいなくて売れないって。でさらにさあこいつはどうですか。もうこれマニアの人見てたらめっちゃね、おおよくそんなのあるなっていう。これ誰だっけ、こいつはね、これはギャンゴ、誰だったっけな、青島徹じゃない、なんだっけ、あの、東京都知事になった人、あの人が確かね、あの役者で出演してた頃このエピソード出てるんですよ。ギャンゴっていうあの怪獣ですね、ウルトラマンですね。でさらに今度はウルトラセブンです。さあ、これはねカプセル怪獣、うわもう本当に名前がなかった、なんだっけ、こいつはいいやつなんですよ、ミクラス頼むってやつが、ミクラスっていう。でもなんかやっぱり、あもう一匹いる。これちょっとこれもっと貴重なやつですけどね。さあこれはね、アントラーだっけ、いやもう会場の名前なんか絶対忘れなかった。やっぱ脳死んでるな、もう死んでるんだけど、アリ地獄の怪獣でウルトラマンに出てきたバラージの青い石だったかな。ウルトラマンが勝てなかった数少ない怪獣の一つ でこの、なんだっけ、アントラのすごいところはこう中が空洞になってて、手を入れて、ちょっと今も子供手が大きいんであれですけど、手をこう動かせるっていうね、いう遊びができたやつで、結構これはね、そういうマンダラケとか言うとね、めっちゃ高いんですよ。普通のこう足があってってやつを置物怪獣と違って、っていうね、もう本当に貧しくなって食えなくなったら、あでも売りに行かないでも怪獣抱いてね、もう死んじゃうかもしれないけどな。でもまあそんな風にちょっとね、なんかこの辺だけ捨てられなくて、なんか未だに持ってるんですけれどもね、なんかこのこういうのを、こういう子たちの原点っていうのもやっぱ虫で、なんか虫が好きだったから、そういうやっぱり怪獣ものウルトラマン、ウルトラセブンに惹かれていっていくし、でその中で当時は気づかなかったけれども、なんかいろんなドラマだから、本当大人になってから再放送で見た時に、あウルトラマンってすごい話だ、こんな深い話だったんだっていう。子供向けにね、悪い怪獣をやっつけて万歳って話じゃない、まあそういうのもありますよ、だけどそういうのばかりじゃないんですよね。で今考えたら、なるほどなっていうね、例えば、まあまたその話はその話しましょうかもうまたマニアックな話になっちゃうんで、っていう風な。だから本当にでも病気になってよかったとは思わないし、もう本当苦しかった。去年なんてもう地獄でしたしね、あんなのもう一回繰り返したくないなと思うし、ね、まだこれから、ね、2回3回と脳梗塞って、ちょっと待って、息切れてきた。繰り返すことがあるんで、本当注意しないと、本当目が見えなくなったらね、もうミクラスも見えなくなってしまうし、で。だけれどもね、でもその大人になった時にこう振り返って、その怪獣ものの本当の意味っていうね、やっぱり当時の、実相寺彌清監督とか、沖縄出身の金城哲夫さん脚本家ですけど、っていうのがやっぱりいろんなもう
だ近所さんの作品とかってもう今回というかあの沖縄問題こうしばらくこの5年6年と取り組んでそういう映画を作ってたんで沖縄の問題っていうのをかなり勉強したんですけど、そうした時に初めてウルトラセブンの意味が分かったっていう、もう最終回とかウルトラセブンが、ね、最後の戦いをして M78 世代に帰っていくっていう戦いって、あれも沖縄問題の話なんですよ、ね、沖縄と日本なんですよね。でも当時は気づかないけど、この年になって、沖縄問題を知って初めて理解できたっていう風なね、あの、まあ、後の子供ものって結構それ兄作ってるの多いけど、あの頃のやっぱ昭和の40年代のやっぱりそういう特撮子供ドラマっていうのはすごく深い子供騙しで作ってないんですよね。だからそういうことを今感じたときに、だからでこの間からあの鬼滅の刃の話をしたけど、もう全然反応悪くて、なんじゃらほいっていう感じで反応なかったんですけど、多分鬼滅も今こう例えば中学生高校生の子が、あるいはもう小学生の子たちが見ていたとして、今はね、わー面白いとか天元頑張れとか、あー鬼舞辻許さんとか思いながら見てるんだろうけど、何でもだって大人になったときにきっと振り返ったときに、ああそれはそういう意味だったのかとか、なるほどなってことが分かると思うんですね。今はドキドキハラハラ楽しんで見てる。だから当時の僕が、怪獣もの見てる時も、おおすごい怪獣出てきた、うわビル壊してるとかって言って見てたんだけれども、今考えてみた時にそれがその意味がとってもよく分かるっていう、あの怪獣が悪いやつでやっつけろっていうだけじゃないんですよ、ね、みたいなこともね、なんか感じて、ああやっぱり大人にならなきゃ、年を取らなきゃわからないこともあるし、また同時に立ち止まって振り返ってみないと気づかないこと、わからないこともたくさんある。だからもう本当この20年間アメリカからの大学留学終わって帰ってきてから、もう走りまくって、5本の映画と3本のドキュメンタリーを撮りましたけれども、その中の1本はこのこれですよね、原発を題材にして山本太郎さんに出てもらった映画ですけれども、でもここで立ち止まったことでね、いろんなさっきのセミのことにしてもカミキリムシにしてもいろんなことを感じるし、そうした時にそのね、セミ取りに僕が行ってた頃、ね、怪獣ドラマに夢中になっていた頃で、そういう子供たちに、あるいはその中学高校で今あのもう単純になんていうかな、あのなんだっけ、鬼滅の刃見て面白いって言ってるだけの子たちいると思うけれども、でもずっと何年も経って考えた時に、きっとそれがこの人生にとって大切なものになっているし、何かのヒントになっていくなっていうね気がするんで、あやっぱりあのドラマ作りって大切だなと思って、でそのドラマ作りで僕はもう一生懸命になって自分を振り返る機会がなかったんだけれども、今こうして病気になってあれこれ考えた時に、ああそうか、そういうことなんだろうなっていうね、だから本当鬼滅の話ここ何回かしたけど全然反応なくて、でもすごいトンチンガンな感想をくれた人はいるけれども、あのそうじゃないんだなこれがとか思ってたんですけれどもね、なんかいろんなことを感じますね。やっぱりね、本当にやっぱ立ち止まって考えることなかなかできないんですけどね、経済的にとかそういうふうなやっぱり、時間の問題もあるし年齢の問題もあるし、人との付き合いもあってだけれども、まあ、今回病気という強制収容でも止められてしまって何もできなくてねしているけれども、それがあのもう最初も本当悔しくても早く仕事したくてと思ったけれどもね、そうやって立ち止まって考えることの大切さ、ここ数日、数日というかね、ここしばらく感じています。また、こんな話もしていきますね。